はい、皆さんこんにちは。レックセンに講師森田隆一です。それでは、ただいまよりエコノミスト森田隆二の経済会計時事解説、第9回目の講義ですね。開始させていただきます。よろしくお願いいたします。 はいえー、本日ですね、第9回目ということなんですけど、えー、画面の方ね、ちょっと切り替えさせていただきますが、第9回目ということで、テーマなんですけども、パウエル新 FRB 議長と金融市場ということで、えー、来年のね、2月、まあ、2018年になるわけなんですけども、FRB の現在の議長であるですねジャネット・イエレンさんが、任期が来て、ですね任期、えー、が来て終わりということで、で新しいね、FRB の議長が、えー、大統領 トランプ大統領によってですね指名されまして、ですね、まあ、その方がパウエルさんということで、えー、来年ね、FRB の議長が変わってしまうということで、えー、そういったね、えー、そのトップの交代、えー、トップの交代がですね金融市場に、えー、あるいは世界経済にどういう影響を及ぼすのかなというのをですね、まあ、本日、えー、お話できたらなと思っておりますでは、えー、本日の構成なんですけども。 えーまあ、そもそもですね、FRB 議長 FRB とは何か FRB 議長とは何かというところをですね、簡単にお話しさせていただきましてでそれを踏まえましてね、イエレン議長からパウエル新議長へということなんですけども、まあ、そういったお話それから最後に今後の金融市場への影響と、まあ、こういった3つの、ね、お話をさせていただきます。 では、えー、実際、FRB って何なんですかとこういうところなんですけども、えー、FRB というのはですね、日本語ではですね、連邦準備制度理事会というふうに言いまして FRB というふうに言うんですけどフェデラル・リザーブ・ボードというふうに言いましてね、えー、これは非常に、まあ、大切な、ね、会なんです。 でまあ FRB っていうのはアメリカの中央銀行というふうに言われたりするんですね。でその時 FRB っていうのはさっきのフェデラル・リザーブ・ボードじゃなくてフェデラル・リザーブ・バンクうスフェデラル・リザーブ・バンクスというふうに言って連邦準備銀行というふうに言ったりしますけどもアメリカの中央銀行っって言ったいう場合にはですねですからまあ同じ結局 FRB というまあ綴りなんですけども。あの、えー この連邦準備制度理事会を表現することもあればアメリカの中央銀行を表現することもあるということで FRB ていうのはまあちょっと多義的な、ね、言葉ではあるんですけれども FRB ていうのはアメリカの中央銀行でもあると。で、えーまあ、その連邦準備制度理事会というのはです、ね、7人の理事がいらっしゃいまして、ね、任期は14年なんですね。 でこの理事の中から、理事の中にはね、この議長、それから副議長も含むんですね、議長、副議長も含みますよと、でこの FRB のです、ね、議長はもちろん1人であって、で副議長というのは2人なんですねで、合わせて7人、議長、副議長も含めて、理事は7人ですよとで、理事の任期は14年であると、そして、議長、副議長の任期は4年ですよとこういうことなんですね。 でじゃあ、議長、副議長、それから理事ですね、どういうプロセスで選ばれるのということなんですけども、大統領が指名すると。ね そして大統領が指名しましてその後上院ですね、えー、国会なんですけども、国会の中の上院が承認して、えー、晴れて議長、副議長、理事長が決まるということで、まあ、この間ね、ねトランプ大統領はあそのねパウエルさんという方をですね指名しましたということですね、だから後まあとは上院の承認が必要になるわけなんですけども、まあほぼ決まりでしょうということですね。 で、えーまあ、この FRB というのは何をやってますかということなんですけども金融政策のですね、策定ですねそして実施ですねこれを任務としておりまして、えー、またあ連邦準備制度のですね、活動の最終責任を負っているこれが FRB であるんだということですね、まあ、非常に重要な組織であると、えー、そしてそのトップっていうのは非常に重要な人物であるということですねで、どれだけ重要かというのを、まあ、次のところでお話しさせていただきますが えー、FRB 議長は、えー、世界で影響力のある人物だということなんですけども、えー、ちょっと小さくなってしまいましたけどね、えー、読んでいきますけど大統領に対する政府機関中最強の独立性と、ね、大統領が、まあ、アメリカでトップ,とトップの、ねえー、もちろん人ですけどもそのアメリカの大統領に対してもです、ね、かなりの独,独立性、最強の独立性政府機関の中で最強の独立性を持ってる保っているのが FRB であると。えーそして えー、世界経済にです、ね、対する絶大な影響力と。 アメリカというのはまあ基軸通貨ドルを発行している国ですからねそれを管理しているのは FRB ということですからその FRB のトップというのは世界経済に対してものすごく大きな影響をお持ちであるとで、まあ、これもどっかでちょっと述べようかなと思ってたんですけどもあの現在ですねこの金融政策というのは非常に大切なね、そういった時代になってるんですねあの昔のようにね固定為替相場制そして国際資本移動がですね、まあ、不完全な状況であればですね 資本移動が不完全な状況だったらですねあまり中央銀行のそういった役割というのはそれほど重要性は高くないわけなんですけども現在のように変動為替相場手制であると国際資本移動が完全に近いぐらい自由な状況であるといった状況ではですねこの金融政策というのが非常に重要な影響を及ぼすということでいう,こという状況いう非常に重要な影響を及ぼすんですけども、まあ、従いましてねその金融政策を使 誘ってるですね frb、えー、そしてそのトップである議長っていうのは世界で影響力のある人物なんだと。で、えー、アメリカ合衆国において大統領に次ぐ権力者と考えられているとまあ、全ての人がね思ってるわけではないのかもしれませんけども、まあ、多くの人はですね大統領に次ぐぐらい権力あるんじゃないのと、えー、そういうふうに捉えてるのが FRB 議長であると。で えー、ここにちょっと述べておきましたけども世界有数のです、ね、経済史でですね「フォーブス」っていうのがあるんですけども「フォーブスはです、ね」は毎年世界で最も影響力のある人物っていうのを発表しておりますが現にそこにですね FRB FR の議長が出てくると、えー、アメリカの中央銀行の、えー、トップということで出てくるわけなんですけども、えー、ジャネット・イエレンさんですね、まあ、2016年にはその最もね世界で影響力のある人物の6位として、ね、登場すると。 まあ、もちろん上位はですね、えーまあ、昨年であれば2016年であればあープーチンさんであるだとか、えー、あるいはトランプさんね2016年の末にね、えー、確かあの選挙で勝ちましたんでトランプさんが確か2位だったと思いますけども、まあ、そういった方々があのその、うん、ベスト10に入ってくるわけですね、まあ、あと、うん、ドイツのメルケルさんであるだとか、まあ、そういった方々が上位に食い込むということなんですけども、えー、その中に、ね、ベスト10に、えー、このねジャネット・イエレンさんが入ってくると。 で。 えーまあ、ちなみにこの、ね、FRB 議長ももちろん入りますけどもあの世界で最も影響力のある人物といたしまして、ね、中央銀行の総裁が、えー、各国の中央銀行の総裁もやっぱ入ってくるわけで、まあ、例えば、ね、ECB、まあ、ユーロ圏のです、ね、中央銀行の総裁である ECB 総裁です、ね、マリオ・ドラギさんですねこれは11に入ってきておりますし、えー、そして我が国の、ね、中央銀行である日本銀行の総裁黒田晴彦さんもです、ね、47位に入ってくるということで、まあ 中央銀行のトップというのは、ね、世界に影響力のある人物というふうに考えることができるのではないかなということですね。ではですね、えー、歴代のですね、FRB 議長、これちょっとね、おさらいしてみますけども、まあ、今回、第16代目ということでジェローム・パウエルさんという方が選ばれましたけども、えー、現在はジ,ェネジャネット・イエレンさんですね。 ジャネット・イエレンさんという方は、まあ、女性初の FRB 議長ということで、えーまあ、2014年の2月からですね、うん、FRB の議長として金融政策を、えーまあ、実際に、ね、行っているわけなんですけども、まあ、その方は、まあ、今期限りということですねで第14代目はベン・バーナンキという方で、まあ、2006年から2014年までお勤め、えー、されましたとでその前がラン・グリーンスパン、えー、その前がポール・ A、えーえーえー・ボルカーという方ですね でえーとまあ、アラン・グリーンスパンさんから、ね、ちょっと簡単に、ね、コメントさせていただきますけれども、グリーンスパンさんというのは、ね、非常に、ね、あの長期間、中央銀行、FRB のトップを、ね、務めた方でありましてです、ね、うん、第13代の FRB 議長ということですけどなんと5期,です、ね、5期お勤めになった、つまり18年半です、ね、これお勤めになっているということで、まあ、本当に長期間です、ね、まあ、中央銀行の総裁、アメリカの FRB のトップに君臨した方であると。 でこの方というのは、まあ、経済学博士博士号をお持ちなんですね経済学でね。えー、ニューヨーク大学で博士号を取得されたと。 でえーまあ、この方のすごいところはでですすねやっぱりこれなんですブラックマンデーですね、まあ、株価が大暴落したというのが80年代の、えー、後半にあったんですけどもこのブラックマンデーをアラン・グリーンスパンさんは FRB 議長としてうまく乗り越えているとそしてまあ2000年代に入ってですね同時多発テロという、ねまあ、極めて無言らしいです、ね、テロがありましたけども、えー、そういったまあ金融で同時多発テロが起こった後やっぱり金融市場が揺れるわけなんですけどもそういった修羅場もですね乗り越えたと。 とということで、まあ、非常に手、ま、腕、あの、えー、あるその中央銀行総裁として、えー、著名な方ですね、もう超大物といった感じなんですけどね、でえー、この方、ですね史上最強のセントラルバンカーというふうに評価さべたりだとか、ですね歴代最高の FRB 議長というふうに言われたりもしております、えーまあ、超大物金融市場の超大物と、これがアラン・グリーンスパンさんですね。では、まあ、ですね今度次ですね、えー、グリーンスパンさんの次は、 ベン・バーナンキさんという方なんんですけどねベンンバーナンキさんはですね、まあ、第14代の FRB 議長ということで2期お務めになりまして合計で8年間ねトップとして君臨したわけなんですけどもこの方もやっぱり経済学者経済学博士号をですね MIT マサチューセッツ工科大学でお取りになりましてですねこの方はね本当にね一番大変な時にね中央銀行の総裁 FRB トップこれやられましたよね。まあ、つまりリーマンショックが起きちゃったんですよ リーマンショックが起きちゃってもうアメリカ経済世界経済めちゃくちゃになっちゃったわけですよね、まあ、2008年の秋にですねリーマンショックというのが起きましてとうんとねあの日本経済も大きくやられちゃいましたけども、まあ、その震源地であるアメリカというのは非常にね、えー、大激震が起きたわけですね。でそれを乗り越えた何で乗り越えたのかってと量的緩和っていうね、えー、そういったね金融政策で乗り越えたんです。 で量的緩和というのは何かなというと量的緩和というのはアメリカの FRB= 中央銀行から大量にドルを放出するんですね。 大量にドルを放出するドルをじゃあどういうふうに放出するのかというと FRB がですねドルを放出してそして金融資産を買いまくるんですねです,ですから例えば米国債であるだとかそういった金融資産を買いまくってそして大量に世の中にドルを垂れ流すと、えー、そういうね政策をこれたいあの量的緩和っていうふうに言うんですね量的緩和英語で言うとクオンティテイティブ・イーズングということでこれを第3弾までやりましてですね、えー、まあ,あーええー アメリカは、あのこの FRB はですね、そのリーマン・ショックの前はですね、FRB が持ってる金融資産がですね、9,000億ドルだったんですけどもその量的緩和を進めてですね、大量にですね、金融資産を買いまくってそしてドルを出すと大量にこの量的緩和で金融資産を買いまくってどれだけ買ったのかというと 4. 4, 4兆5,000億ドルもね、金融資産を。 えーまあ、あの膨,膨らめせてしまったと、ね、ですから、まあ、大体5倍ぐらいですかね5倍のです、ね、金融資産を、ねえー、あの保有するに至ったとでそれだけ、まあ、お金を、ね、世の中に流したということですね。 まあ、量的緩和という、ねまあ、金融政策をバーナンキさんはやったとう学者としても超一流ですからね、えー、私もね大学院にいた頃はなんですけどもやっぱりバーナンキさんの論文はね結構読みましたけどね、まあ、あの学者として超一流でそして、えー、グリーンスパンさんの後釜としてですね FRB のトップになったとそれがベン・バーナンキさんなんですね。 量的緩和でこのリーマンショックを乗り越えましたしさらにここも注目すべきところなんですけども持論としてインフレターゲットというのがあるんですねベンバー・ナンキさんの持論にインフレターゲットというのがあるんですけどもこれを FRB の制 FR 度に導入したわけですね。 インフレ目標というのを設定して、まあ、インフレ率2%とい,、ねね、いうのを設定して、目標数値2%というのを設定して、その2%をめかけてです、ね、金融政策を行っていくと、こういう、ね、持論を、ね、展開していたわけなんですけど、それも、ね、自分の議長の時に実現したということですね。まあ、今、イエレンさんももちろんその目標で動いているということなんですけども、あのバーナンキさんの,その、ね、昔からの主張されてたインフレターゲット、これを現実のものとしたんだと。 まああのー、他にも有名な、ね、インフレターゲットを主張している方がいらっしゃいまして、日本だったら、ね、あの今の日本銀行総あの副総裁の岩田紀子先生ですね、元学習院大学の教授なんですけども、あの方もずっとインフレターゲットを主張しておりましたし、まあ、外国で一番有名って言ったら、やっぱりポール・クルーグマンですね、ポール・クルーグルマンと言えてないですね、ポール・クルーグマンという方がいらっしゃいまして、ですね、まあ、その方は2009年か、そこらにノーベル賞ピンで取ってますから、一人で取ってますから、その方が、その方もやっぱりこのインフレターゲットっていうのを主張して、 今、日本銀行もですね、あの岩田先生とか副総裁に入ってですね、で黒田さんもそのインフレターゲットというのを目標にやっているということで日本もね、ようやくこのインフレターゲットという考えをね、導入したということなんですけどちょっと遅かったんじゃないかなというふうに思っているんですけども、まあベンバーナンキーさんはね、えーい,まあ、いち早くとまではなかなかいけなかったんですけどもあのその持論をね、えー、その制度に組み込んだということですね。 でえーまあ、その岩田かあの勝人先生という方が、ねえー、いらっしゃるんですけども、まあ、元東大の教授なんですけども今 ICU の,の先生をやられてると思いますけども、えー、アメリカのです、ね、経済の回復はバーナンキーの存在なしには語ることができないということですね。 アメリカ経済はです、ね、リーマン・ショックでもうどん底まで叩き落とされましたからそれをまあ救ったのは、まあ、おそらくバーナンキさんかなということなんですけどね私もまあそういうふうに考えているんですけどね、まあ、もちろんオバーマさんが、ね、あのグリーン・ニュー・ディール政策だとか、まあ、財政政策というのも、ね、あの不況なんで政府の使うお金を増やしてですね中央掘り起こしたという、まあ、そういった、ねえー、あの政策の効果ももちろん無視はできませんけどもやっぱりまあ大きく貢献しているのはバーナンキさんの量的、ね、緩和なのではないかなと。 えー、いうふうふにね、まあ、多くの方は思っていますしそのあ後にです、ね、ジャネット・イエレンさん、まあ、現議長ですけどね第15代 FRB 議長ということで、えー、この方は一、まあ、期で終わってしまうということですねですから、まあ、まだ4年やってませんけど来年の2月で、まあ、4年でそれで、えー、任期を終えて、えー、もうやめられるということですね。ね でこの方もですねやっぱりまあ経済学者でイェール大学で博士号を取りであるとで、まあ、女性初のですね FRB の議長ですねでノーベル経済学賞受賞者のですねジョージ・アカルフはこれ夫になります、まあ、あのアカルフっていうのは非常に有名な方ですですね私も大学院にいた頃はまあ論文いっぱい読みましたけども一番有名な論文はですねあの えー、クオータリー・ジャーナル・オブ・エコノミクスというねそういったあの学術雑誌があるんですけどもそこに載っけたね、えーえー、マーケット・フォー・レモンというねレモン市場というね、えー、論文があるんですけども、まあ、それがまあやっぱり有名な論文かなと、まあ、大学院生は多くの大学院生はねそれを1970年に書かれたものなんですけど、まあ、それをね、えーまあうん、多くの大学院生は まあうんえー、避けて通れないそういった論文にはなってるんですけども、えー、そ,のそういったあのノーベル賞を取られた、ね、2001年だったと思いますけどノーベル賞を取られたあジョージ・アカロフがあそのイエレンさんの旦那さんであると。息子さんも有名でねややっぱりり学者やられておりますで、えー、イエレンさんの、ね、功績は何かなっていうと金融政策を正常化したんですね。 つまりあのリーマン・ショックが起きましてバーナンキさんの時にねリーマン・ショックが起きまして量的緩和政策、クオンティティ,ティブ・イージングという、まあ、政策をですねバーナンキさんは実行したそれの出口戦略といたしまして金融政策を正常化ということでジャネット・イエレンさんがあ、ねえー、あのそういった難しい仕事を、ね、されたということですね。 まあつまりね、えー、先ほど申し上げましたけどアメリカのね FRB は金融資産が4.5兆円になっちゃった4.5兆ドルになっちゃったんですよ、えー、つまり5倍もね金融資産が増えたということでで、えー、まあアメリカ経済が元に戻りましたむしろ経済が良くなりましたそういった状況になったんでじゃあもう量的緩和必要ないですよねということでその出口って言いましてね元の状況に戻すというそういった政策をですねまあ今現在 FRB の, FR のトップとしてイエレンさんはやられてるということなんですけどね、まあ、ですからその バーナンキさんのねやった政策っていうのも非常に難しい政策で、えー、まあほにねタイミングだとかどれだけの量をやるのかっていうのも非常に難しい仕事だったと思いますし、えー、一方でイエレンさんの仕事っていうのも経済が良くなった、ね、じゃあこれから元の、ね、金融政策に戻そうとじゃあどういうふうに戻していくのかと今,今イエレンさんがやられてる仕事も非常に難しい仕事ですね。 まあ出口に差し掛かっていると、ですからまあ今イエレンさんはねあのー。 まあ非常にねアメリカ経済はあーそのバーナンキさんの時に金融政策も低金利金利を非常に下げたわけですから政策金利を今アメリカ経済よくなっていますから政策金利を上げてってる状況になるわけなんですね。で一方で、えー、保有資産が 5, 5倍も増えて、ね、4.5兆ドルの金融資産を今持ってるという状況になってますからそれをね段階的に減らしていかなければいけないということで2017年の10月、まあ、あの先月なんですけども、えー、金融資産を 減らすそういった、ねえー、方向性に今もうシフトしててるということですねだから今,今で非常にね難しいそういったお仕事をやられてるとこれがジャネント・イエレンさんですねでその後釜として今回選ばれたのがジェローム・パウエルという方なんですね、まあ、次期 FRB 議長ということでこの人のまあプロフィールはですねこんな感じなんです。 ホーム博士ということで、まあ、要はロースクールを出ていると、まあ、名門なんですけどジョージタウン大学の、ね、ロースクールを出ましてです、ね、ホーム博士と、まあ、要はロースクールを卒業しましたというまあ称号を得ましてですねでこの方は弁護士ということですね。ね弁護士なんですけども、まあ、金,融に詳し金融に詳しくてです、ねまあ、ブッシュのパパパパの方のブッシュですねえブッシュ大統領という方がいらっしゃいましたけどあのパ,パ,のパパとそれから息子両方大統領になってますからパパの方のブッシュのなんですけども あのパパの方のブッシュの時の財務次官これをパウエルさんがお務めになりましたしあとパウエルさんっていうのはウォール街の投資ファンド出身とウォール街出身ということで、まあ、財務次官そして投資ファンド出身ということで金融の実務には精通してるなとこれがパウエルさんですそして現在も FRB の理事やってますよということですね。 ですから今、イエレンさんがやっているですね金融政策をずっと見てきている方なんでそういった意味ではねパウエルさんが FRB 議長になったということでイエレンさんの政策のとの継続性は保たれるのかなということなんですね。これが違う方が入ってくるとねまたこうあの金融政策が方向が変わってくる可能性が出てきたわけなんですけどもパウエルさんはイエレンさんと現にねパウエルさんが理事で。 イエレンさんが議長で一緒にこう金融政策をやってきた方なので急激に金融政策の方向性が変わるってことはないかなということで、まあ、そういった意味では、ね、金融市場はちょっと一安心ということでもあるんですね。えー、しかしながらとということなんです、ね、約40年ぶりに経済学博士号、非保有者ということですね。 まあ先ほどから、えー、私、えーあのー、お話しさせていただきましたようにですねあのアラン・グリーンスパンさん、あの方も経済学で博士号を持ってると、えー、そして、えー、バーナンキさんも、えー、もちろん経済学の博士号を持ってるとそしてイエレンさんももちろん経済学の博士号を持っているということで、まあ、約40年、ですね、えー、博士号を保有している方がですね FRB のトップになってきてですよマクロ経済、金融政策の専門家がですねプロ中のプロが、えー、FRB のトップに立ってきてですよ。 でそれが今回パウエルさんというです、ね、マクロ経済金融政策の専門じゃない方。 法律畑の方がですねね FRB のトップになっっっちゃったってことです、ね、ですすから私はねここを非常に懸念しております大丈夫かなっていうね、えー、やっぱりねこのイエレンさんだとか、えー、バーナンキさんだとかあそういった方はですねもうやっぱり百戦錬磨ですよ理論を知り尽くしてますし、えー、こういった時にはこういうふうにやればいいんじゃないのかっていうね、えー、そういうもうプロ中のプロですから安心感がありますよねで、えー、それに対してパウレさんっていうのはねやっぱりもう素晴らしい方っていうのはもちろん分かりますよ、えー、挑戦能力が非常に高いと弁護士ですからね、えー、そういうのはもちろん分かりますけども 今の FRB の置かれている状況っていうのは非常に難しい状況なんでこういった時にパウエルさん大丈夫かなというふうに思ってしまうんですね。まあ、正直申し上げましてですね、えお前に言われたくないというふうにパウエルさんには、ねえー、ご指摘を、ね、おそらくいただくことでしょうけどもやっぱり見劣りするかなと歴代 FRB 議長に比べるとですね。 やっぱり超おもろグリーンスパンねそれから一番ね大変な時に FRB の議長として金融政策の舵取りをしたバーナンキさんそしてイエレンさんねイエレンさんも素晴らしい方ですよそういったね金融政策マクロ経済の専門家と比べるとですねちょっとね見劣りするのかなと大丈夫かなとちょっと格下なのかなっていう風なねそういった印象をねどうしても受けてしまいますよねまあただやっぱり弁護士出身ということで調整能力とかそういったところは非常に長けてますしやっぱり勉強 熱心だとマクロ経済金融政策確かに自分は大学院で勉強してないとだけどもやっぱりこのね実務を通して勉強してると必死に勉強してるとそういうのはあのいろいろね、えー、聞くところなんですけどもまあ、ただねやっぱりねイエレンさんだとかバーナンキさんだとかまあそういった方々でね本当にあの経済学のその世界の方でも超一流の方ですからねまあ、そういった方と比べるとやっぱりちょっとうーんっていう風に思うところはあるのかなとでは次です えー、異例の議長人事とということなんですねで、えー、まず一つ目なんです何が異例だったのかなということなんですけども1980年以降ちょっと私遡ってみましたけども1期目の大統領ですね現 FRB 議長を再任してきたんですよ、ねえー、大統領がね、えー、1期目の大統領っていうのはとりあえず FRB 議長を選ぶときに今までの議長を再任ということで選んできたんですよね。 だけども今回、トランプさんはですね、1期目の大統領にもかかわらずですね、あのイエレンさんを降、ね、板させてそしてあの、えー、パウエルさんを持ってきたということでこここがまず異例なところです、ね、で,次ですす。ね。次1979年以降1期目の退任はなかったということですね。 まあ70年代の後半にですね、まあ、インフレが非常に激しかった時があったんですけどもあの時にねミラーさんという方がね降板ということで1年ちょっとですかね1年半ぐらいで降板ということはあったんですけども、えー、それ以来も非常にですねボルカーさんも長かったし、えー、グリーンスパンさんなんかは18年半ぐらいですし、えー、それからバーナンキさんは2期8年やりましたしということで、えー、イエレンさんの前はですねそのミラーさんという1年ちょっとの方も確かに70年代後半にはいらっしゃったんですけどもまあ 長期政権少なくとも2期はやってるというような状況なんですけどもイエレンさんは今回1期しかおつてめにならないとおそらくイエレンさんはねやりたかったとは思うんですけどね、まあ、ただね FRB の議長、ね、として、まあ、イエレンさんがやるにはちょっと辛い状況でもあったということも一つ一方では言えるんですよね、まあ、私の経済・家計・時事解説のいつだったかな、あのー、何ヶ月か前にやったものなんですけど一月つに1回やってるんですけどね、あのー 副議長の、ね、フィッシャーさんが辞任という、まあ、10月13日、私の誕生日でもあるんですけど、えー、フィッシャーさんが辞任されたという、ね、辞任するというのを私がこの経済関係、時事解説でお話したことがあったんですけどもやっぱりそのフィッシャーさんとそしてイエレンさんというのはやっぱりこうマクロ経済の専門家ということで FRB、ねえー、を動かしてきたということなんですけどその方が辞任ということで,で今、トランプさん寄りの方が、ね、FRB にどんどん入ってきているんですよね。まあ、したがってそういうい状況 ですから、まあ、仮にですねイエレンさんがですねあの議長続投というふうになってもまあちょっと金融政策、うん、ひょっとしたらやりづらかったのかなとも思いますけどね、まあ、でもやっぱりねもう1期やりたかったんじゃないかなと私はちょっとね、えー、思ってしまうんですけどね。 それから先ほどもね、ちょっと強調させていただきましたけど博士号非取得者がですね、議長になっちゃったということですねどうしてもここのところですね、やっぱり過去と比べるとですね、見劣りするのかなとそういうふういいふに思いますね。まあ、FRB のですね、えー、そのスタッフなんかはね、もう300人ぐらいの方がね、もう博士号取得者ということで、まあ、そういったあの、ね、スタッフをまあ動かす。 動かかしていくののが FRB 議長ですからやっぱりねご自身もマクロ経済の専門家でないとちょっと厳しいところはあるのかなと私なんかは思ってしまうんですけどもまあそのううね博士号非取得者であるパウエルさんがトップになったと。 でなぜパウエルさん、そんなパウエルさんを、なんでトランプさんは指名したのか、ということなんですけども、まず一つ目ですね。民主党政権が指名したイエレン議長を降板させ、独自職を出したかったということですね。やっぱりね、トランプさんとしては独自職を出したい。まあ、つまり、オバマさんが選んだですね。イエレンさんを外したかったってことなんですよね。まあ、確かに、イエレンさんというのはまあ素晴らしいですよ。あの本当にね、えーまあ、出口というふうに言いまして、両手緩和バーナンキさんが実践し。 そして経済が良くなったんですよ。リーマン・ショックなど経済アメリカ経済が良くなった良くなったんで通常の金融政策に戻しましょうという、まあ、つまり出口戦略、えー、これを実践した方でありましてですね、出口っていうのはやっぱり難しいんですよ。 まだ未踏の領域ですから、教科書に描かれている世界じゃありませんから、ですからまだ非常に難しい領域のお話、これをイエレンさんがやって、えー、非常にうまいね金融政策を、えー、なされた方ということで、これはねトランプさんもね評価してるんですよ。まあ、トランプさんもイエレンさんと何度かねこう会ってるということはあの話題あの報道されてますけども、えー、自分は。 あーイエレンさんを尊敬してるというふうにトランプさん言われてますんでそれはねあの嘘じゃないんじゃないかなというふうに思ってるんですよねただやっぱりトランプさんは、ね、おばあさんが選んだイエレンさんっていうのをやっぱりねどうしても外したいと独自色出したいとそういうのがあったんでしょうね。 えー、ただ、金融政策のやり方と、ね、金融政策の運営これは、ね、やっぱり、ね、リスペクトしてたのかなという、えー、ことですね、まあ、イエレンさんというのは、ね、あの金利を上げる段階に来てる上げる段階に来てるんですけどもじりじりと上げていくというかですから急激に上げないと、えー、マクロ経済をちゃんとです、ねまあ、見ながら。 ね、動きを見ながらく、えー、まなく見ながらです、ね、金利を上げていくということで,でアメリカ経済を、ね、軌道に乗せているということですから、まあ、そ,のその辺の手腕というのはやっぱりトランプさんも、ね、評価されていることなんでしょうけどもやっぱり独自色を出したいということで今回、交番ということになってしまったんですよね。で、えー、と次ですねあのパウエルさんということは、ね、共和党主流派に非常に近い方なんですね。 まあ今、FRB のですね、えー、FRB の議長と FRB ですねあの、議長、副議長、それから、まあ、それ以外の理事っていうのがいるわけなんですけれどもあの、共和党寄りの方っていうのは、パウエルさんだけなんですよね。ですから、今,日あの,今の理事からですね、FRB 議長を選ぶとしたら、やっぱりパウエルさん以外ないかなと。 やっぱりそのイエレンさんを本来だったら、うん、指名したいだけどもイエレンさんだったら自分の独自色が出ないじゃあイエレンさんのそういった方向性を今まで通り実践してくれる人って言ったらどこから選べばいいのかってっとイエレンさんと一緒にやってきたですねその理事の方から選ぶのが一番なわけですよねですからパウエルさんというのは調整能力も高いとイエレンさんとずっとやってきてるとじゃあパウエルさんを格上げして FRB 議長にしようかなとえしかもねしかもですね しかも共和党の方々に近いしと、ね、トランプさんというのは共和党の、ね、から大統領になってますからしたがって、ね、共和党の人たちにパウエルさんというのは近いですよとパウエルさんというのは、ね、金融規制の緩和に賛成している人なんですね。あのパウエルさんというのはウォール街の金融機関出身の方ですからウォール街の金融機関出身の方というのは要はビジネスマンですから規規制を嫌うんですよ規制をを嫌嫌ううんんでですすよねだから金融規制をおそらく緩和していくんですよ。 あのこのパウエルさんっていうねで共和党の方々っていうのもやっぱり規制を嫌うんですよあの共和党っていうのはね小さな政府を支持しているそういったあの、えー、グループでありましてね一方で民主党っていうのは大きな政府なんですよ政府の力っていうのも必要だと、えー、マーケットっていうのも大切にするんだけどもやっぱりマーケットっていうのは暴走することがあるやっぱり規制も大切だよねっていうのが民主党なんですよ。一方で、えー、いや違うと マーケットっていうのはもう非常によく機能するんだからあーその、ね、マーケットを中心にそして政府の力は限りなく小さくしようっていうのが共和党の方々でですから共和党というのはですねもちろん金融でも同じ路線でありましてねだから共和党っていうのは。で あのこのパウエルさんというのは金融機関出身の方ですからウォール街出身ですから従って金融緩和金融規制緩和の方なんで金融規制を緩める方なんで、えー、そういった意味でもあの非常にね、えー、近いと。 それからあのブッシュさんというのね、えー、お父さんの方のブッシュさんですねブッシュさんというのももちろん共和党の方で,でそのブッシュさんの時代に財務次官として、えー、そのパウエルさんはやってましたんで、まあ、そういった意味でもやっぱ共和党と昔からつながりがある、ね、そして、えー、金融の規制も緩和するそういったあ、えー、かお考えもお持ちだということで共和党の方々にも非常に近いということで、まあ、そういった意味でも、ね、選んで批判が出てこないかなということで、まあ、トランプさんとしては、ね、あの選んで というのがありますよねでそれからまあさ,さっきもちょろっと申し上げちゃってるんですけどもあの低金利政策支持ですねあのイエレンさんっていうのは金利を上げてきましたけれどもやっぱりその金利を徐々に上げてる、まあ、金利をなるべく低めにしてる、まあ、そういった方が、ね、イエレンさんだったんですけどその政策を今後もパウエルさんだったらイエレンさんとずっとやってきた方ですからそれを支持してくれるんじゃないのかなとそういった期待感からねパウエルさんということですね。 だから本来だったらねおそらくね金融政策のことだけ考えるとね私はねねやっぱり、ね、あのイエレンさんだったと思うんですよ。だけどもやっぱり、えー、独自色出したいというのがトランプ,ランプさんですからだからあじゃあイエレンさんを外すとじゃあ誰がいいのかなと共和党を受けする、ね、共和党を受けする人がいいじゃあ誰かなって言ったらねパウエルさん,なんですよ。 でえー、イエレンさんみたいなことをやってほしいじゃあイエレンさんと一緒にやってきたパウエルさんなんですよということでまあそういったねまあ、うんえー、理由でパウエルさんを選んだのかなとだからねまあちょっと正直申し上げてね積極的な理由でパウエルさんあなたしかいないという積極的な理由ではないのかなというふうに私なんかねちょっと思ってしまったんですけどね。まあ、ただ ただ当分の間はでですね、パウエルさんでそんそなに混乱起きません。当当分分のの間間ははね。で当分の間はなぜ起きないのかというとそのイエレンさんのそういった金融政策の路線を引き継ぐから、ね、当面の間はそのまま引き継ぐからだから混乱はあ、まあね、すぐには起きないかなということですね。でひょっとしてねこの方が選ばれるかもしれないというふうに言われてたんですけど対抗馬としてジョン・テイラーという方なんですけどねこの方だったらね混乱起きてたのかなというふうに思いますね。 あのジョンテイラーという方がいましてね、この方もねバリバリの経済学者です。えー、スタンフォード大の、えー、教授を務められている方なんですけども、このジョンテイラーという方はね、あの共和党保守派の理論的支柱なんですね。で、まあテイラールールっていうのがあるんですけども、そのテイラールールを主張している方、これが、えー、まあテイラーさん、ジョンテイラーさんなんですね。で、あの現在の金利なんですけども、1.25パーセントなんです。 でそれを、ね、テイラー・ルールに基づけば今の状況だったら今のアメリカの状況だったら3%台半ばまで金利引き上げないといけないですよというふうにジョン・テイラーさんは言ってんですよ。 ですから、もしジョン・テイラーさんが共和党に人気があるからといって共和党のね保守派の理論的支柱だからといってトランプさんがジョン・テイラーさんを押しちゃったらですねテイラーさんは自分の主張してる、ね、テイラールールに基づいて、ね、FRB 議長として金融政策の舵を切るわけですからそうしたら金利上げちゃうんですよ。今の1.25の政策金利これは低いだろうと自分のテイラールールに当てはめれば3%台半ばだと金利上げていくぞっていうのがテイラーさん,なんですよ。 ですからもしテイラーさんを選んでたらこれ共和党としてはテイラーさんを教える人はいっぱいいますよ、ね、理論的支柱ですから共和党のねですけどもその方をもし選んでたらトランプさんとしてはトランプさんは、ね、低金利女性なんですよですから困ってしまうということなんですねでトランプさんはなぜ低金利を目指してるのかというとこれなんですよ テ、えー、トランプさんはなぜ低金利を支持しているのかっていうと、あのー、まあ、低金利を支持しているからだから、とえー、テイラーさんを選んだら金利上げるからだから落選ということだったんですけど、じゃあなぜトランプさんは低金利を支持しているのかというと、トランプさんはね経済成長させたいんですよ、3%を目指してたりするんですよね経済成長ね、ですから経済成長をするためには金利を高くしたら ななななかなかそれが実現できないってことなんできいとこんすねやっぱり金利が低いからお金が借りやすいとで設備投資に回っていくということで金利高くしたら設備投資しづらくなっちゃうお金借り,る借りづらいからということになるんで、まあ、従いましてねトランプさんとしては設備投資なんかもどん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 増やしていきたいそれが GDP の増大につながるからということで低金利路線なんですよテイラーさんだったらね金利上げちゃうんですよ。しかも 現在の状況をテーラールールに当てはめると3%台半ばですからねもし3%台半ばになったらですねアメリカ経済の,その成長がぐっと落ち込んでしまいますから、えー、今すごいですよアメリカ経済。 あの6月から7月まででしたっけねあごめんなさい7月から9月ですね経済成長率が3%ですよですから今非常にアメリカ経済がいいそんな中でテイラーさんがもしね、えー、FRB のトップになってですね、えー、政策金利上げちゃったらですねまだ経済がちょっとね、えー、落ちてしまうということにつながるかなというふうに予想されますんで、まあ、したがって、ねえーまあテイラーさんっていう声もあったんですけど、まあ、テイラーさんにならなかったっていうのはまあ えー、当面のそのね、えー、落ち着いたマーケットを望む方々からすればですね良、えー、かったのかなというふうに思いますけどね。では えー、今後のパウエル金融政策ということなんですけど、えー、イエレン議長の金融政策を踏襲するということでじゃあ何を踏襲するんですか具体的にはっていうと FRB の保有資産ですね金融資産ですね4.5兆ドルまで膨れ上がりましたよとでこれは異常な状況です、ね、9000億ドルだったんですよバーナンキさんの時代は、ね、バーナンキさんの時代は FRB の資産 9億ドルですから金融政策を正常化しなければいけないつまり5倍に膨れ上がった資産をどん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 削っていかなければいけないっていうことでこれから削ります減らしますそれをイエレンさんは10月からスタートさせてるんですね。 それから政策金利の上昇ということで、まあ具体的にはですね、こうですね、イエレンさんは2014年からやってると思いますけども、えー、確か2014年でしたよね、えー、そうですね。で、えー、まあ,あ2015年にですね、2015年に0.25から政策金利を0.5にしました。 ですねで。今年というふうに言ってしまいますけど2017年には0.75から 1%1% から1.25%ということでさらに上げるかそれかあの上げないかここはまだわかりませんけどもまあおそらく上げないかなとも思いますけども。 金利を、ね、段階的に上げてきたと、えー、じりじりと上げてきたと、まあ、これがあパウ、あのーえー、イエレンさんの金融政策だったわけなんですけどこれを、ね、引き続きやっていくだろうと、まあ、おそらくねらあの、今年はもう上げないかなというふうに思いますけど来年パウエルさんが FRB 以上になって、まあ、2月からあ議長ということですけども、まあ、おそらく3回。 えー、あの金利をね上げていくのかなというふうに政策金利をね上げていくのかなというふうに思いますね。そして、えー、その FRB の持ってる資産をですね、どん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 削っていくのかなと。で、金融政策を正常化していきますよと。えー、そういったお話なんですね。ですから、当面はね、当面は。 イエレンさんがやってたようなことをそのまんまやるということですから当面は、ね、そんなに問題が出てこないのかなということで、まあ、イエレンさんはじりじり低金利,あの金利を上げてきたと、まあ、低金利路線ですからそれが継続されるということでだからマーケットも、ね、動いてましたよね。あのー えー、トランプさんが、ね、誰を選ぶのかということで、えー、テイラーさんとパウエルさんとそれから、あのー、イエレンさんこの3人だったら誰かなというのでこう結構出てたわけなんですけどもテイラーさんがもしなってたら、ねあのー、やっぱり、ね、全然流れ変わってますよね金利上げると金利上げるということは何が起こるのかなってだっとドル高が進みますよ円安が進みますよだから日本にとってはテイラーさんがなってた方が良かったかもしれませんよね、あのーえー、為替レートという点で見ればということですけども。 だからその、うん、パウエルさんがね、えー、あのトランプさんがあ指名しパウエルさんを指名してですねあの金市場でね金の市場でね、えー、金がね買われてましたね、金が、まあ、大体金は4500円とか、あのーまあ、それぐらいで取引されてるんですけども、えー、パウエルさんが選ばれてからですね金が結構、買われましたよねで。なんでかっていうとパウエルさんっていうのは今後も低金利路線なんですよ。 今後も低金利路線だったらじゃあ金でも買っておこうかなと。ね これももししね、もしテイラーさんだったら、金利上がるんですよ。金利上がるんだったら金の魅力っていうのは半減するんですよ。なんでかっていうと金持ってても金利つかないから。ね、ですからあーテイラーさんだったら金利が上がる。金利が上がるんだったら金なんて持っててもしょうがないってことなんですよ。だけどパウエルさんだったら低金利路線がまだ続くと。金利上げますよ。上げていきますけど徐々に上げていくっていうことですから低金利路線がつつ続くんですよ。パウエルさんだったらね。だからじゃあまだそんなに急にね金利上げるわけじゃないからじゃあ、えー、金でも。 とと、りあえず買っていこうかなと北朝鮮の動きもよくわからないし今後、ちょっとよくど,どうなるかよくわからないから世界経済がね。えー、イギリスの EU 離脱という話もありますしドイツもですね、メルケルさんの人気が落ちてるっていうね、そういうなんかこう、まあ、あよからぬことがね、ひょっとしたらヨーロッパでも起きるかもしれないしアジアで北朝鮮の問題もあるしと、えー、じゃあ、うん、ちょっとわからないから安全したの金でも買っておこうかっていうね、そういった状況であるさらにパウエルさんで低金路線ということですからじゃあ金利つかない金でもいいや買っておこう。 という,ふうなことで金金の値段上ががっててましたよ金が買われて、ね、ですからあのやっぱりマーケットっていうのは敏感に反応しますよね。だからこれがね、えー、重複しますけどもテイラーさんだったら金の値段が下がりますよ。ね、金買っても金利つかないから,から金持っててもしょうがないということでになりますからね。ですから、まあ、マーケットっていうのは敏感に反応するということなんですけどね。では えーっとえー、パウエル金融政策の不安というふうに書きましたけれども、えー、元財務次官そしてウォール街出身ということですから金融制度、金融制度ですねそれから実務には精通しているでしょうとしかしながらということですマクロ経済金融政策の専門家ではないということですね。 FRB にはですね、まあ、先ほども申し上げたかもしれませんけど、博士号取得者が300人いるとそして FRB のそういった、ねまあ、金融政策に携わる方っていうのはやっぱり金融政策のプロの方が多いわけですよね。そういった方をまとめるということになるわけでやっぱりマクロ経済の専門家ではないとちょっと厳しいのではないかなというふうに思うんですよね。というのが、ね、やっぱりね、今、ね、金融っていうのは、ね、非常に難しいんですよ。 あのいろんなこう、まあ、世界と直結してますからね昔みたいに、ね、閉鎖経済って言ってあんまり世界と取引あんまりしてませんよというの時代と違うんですから、えー、そして、えー、変動為替相場制ですからもうグローバルにどん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 、ね、動いていくもうマーケットは24時間どっかしら開いてるんですよ。 もう非常に過酷な仕事でもあるそしてもう昔と違ってもう本当にねどんどん IT 化が進んでですねこれから AI っていう時代で非常にねあの複雑皆既なねそういったものこれが金融市場なんですよですから理論そういったマクロ経済の体系そういったものを持ってない方が FRB のトップ専門家ではないマクロ経済の専門家ではない方が FRB のトップというのはうん何にもないような状況だったらね いいのかもしれませんけど、世界経済がね、何にもなくそのまま進むってんだったらいいのかもしれませんけど、これからどうなるかわかんない。そういった状況で考えると、しかも今出口って難しい段階ですからね、どうなのかなっていうふうにも思ってしまうんですけどね。まあ一つずつ見ていきましょう。市場の急激な変動があった場合、迅速な対応ができるかということなんですね。まああのー、今ね、あのアメリカ経済はいい。 わけなんんでですすよよねだから今アメリカ経済は景気がいいんですよ、えー、さっき申し上げましたけど7月から9月の,、ね、あの四半期の GDP が3%ですよでアメリカの失業率が4.1%ですね10月の失業率が4.1%アメリカの失業率って日本と比べてちょっと高めに出ますんで4.1%の失業率っていうのはもうこれ完全雇用っていうふうに言ってもいいぐらいなんですよ。完全雇用っていうのは働きたいなっていう人が全員仕事についてるこれが完全雇用という経済学の概念なんですけどもアメリカは今4.1% ということで完全雇用に近い状態なんじゃないかというふうに言われてるんですねですからアメリカ経済今とってもいいとこういうとってもいい状況がずっと続くんであればねマクロ経済の専門家じゃなくても出口っていうのはそんなに難しくないかもしれないしかしながら一方で何が起こるか分かんないんですよね例えば今インフレ率とかそういうのがね あのー、結構、まあ、安定してるかもしれませんけどもこれがねインフレ率が急に高まってしまったインフレ率が急にね上がってしまうと何が起こるのかなって長期金利が上がってきますよで長期金利が上がってきた時にじゃあ何をすればいいのかっていうのはやっぱりマクロ経済の専門家金融政策の専門家じゃないとやっぱりその適切な判断しかもそれを迅速に行うこれはできるのかなということですねあるいはまたリーマンショック級のですねバブルが破裂しちゃったらどうなんのと中国経済がこけちゃったらどうなんのとそういった時に瞬時にやっぱ判断を下す。 えー、そういったね決断ですよねもうやっぱ早く決断する、ね、1日2日経って決断するのと違うんですよ、ね、バッと決断するその決断が間違ってたら世界経済がさらにどん底まで叩き落とされるわけなんですよねですからまあ非常にね難しい仕事、えー、専門家でないと非常に難しい仕事なんじゃないのかなというふうに私は思ってますんでまあ、従いましてね、まあ、そういった FRB の議長 ちょっと私はその点であのその点が不安の材料かなというふうに思ってますね。で、えー、まあアメリカ経済は今いいということを申し上げましたけどあともう一つなんですけどこれですね現在ミステリーにはまってるんですよ実はパウエルさんがミステリーって言ってイエレンさんもミステリーって言ってですねそれでまあそのミステリーって言葉がちょっと今マーケットで話題になってるんですけどもミステリーって何かっていうとアメリカの経済は景気が拡大してる景気が拡大してるのに物価は低迷してるんです。 そういったなんかよくわかんないミステリーの状況にいる難しい局面にいるんだとそういった難しい、えー、局面にいる中金融政策をしなければいけませんよとまあ、今景気拡大の、えー、まあ景気が非常にいいんですよね景気拡大さっきも申し上げましたけど、えー、アメリカの あの四半期の、えー、経済成長率3%ですよ、えー、さらに、えー、失業率が4.1%ですよ非常に経済非常に経済がいいんですけどもインフレ率2%を目指してるのにインフレ率が今1.3%なんですよなんでこんなに低いのかなとでこれミステリーだとパウエルさんが言ったんですけど先に、ね、イエレンさんよりねでイエレンさんがミステリーって言ったからまたちょっとそれが広がっちゃったんですけどもですから今非常にねなんだかよく分かんない状況にいるんですよね。 でやっぱり、ね、そのマクロ経済の専門家バーナンキさんなんかはそうなんですけども両手緩和だっていうふうに言った時にねまだね理論的にまだ明らかにされてないことがいっぱいあったんですよいっぱいあったんですけどもやっぱりマクロ経済の専門家ですからねやっぱりかなりなんなり経験なりがありますからこういった時はまだ実証されてないけどこれなんだっていうねそういった判断が迅速な判断ができるんですよね。 も,もちろんその方の能力が高バーナンキーさんの能力が高かったというのはもちろんあるんですけどもやっぱりそれが専門家だと思うんですけどもやっぱり法律の専門家でそういった判断ができるのかなっていうことなんですよねそこはちょっと懸念材料かなと,で、えーっとまあ、ウォール街出身ということでますます金融規制の緩和これがあなされるのかなと、ね、トランプさんっていうのは今金融の規制を緩和したいんですよなぜ緩和をしたいのかね あのトランプさんもビジネスの、ね、で一切気づいた方ですからビジネスマンというのは、ね、規制を嫌うんですよ。規制があるとです、ね、規制を守るためにコストかかるんですよ企業からしたら。なくだらない規制のためにです、ね、こんだけいろいろ仕事が増えるんじゃというのがビジネスマンなんですよね。ですから規制ってどんどんあのなくしてほしいというのがビジネスマンなんですけども、あーしたがって、ね、トランプさんというのは規制緩和論者なんですよ。 でこのパウエルさんという方もウォール街出身なんで金融規制緩和論者なんですよ。ですからパあの、えー、トランプさんとしては方向性が一緒だと、ね、イエレンさんだったら金融規制これ適切なものは残すべきだって方なんですよ。ですからそこもね多分ねあのトランプさんは嫌だったところでしょうね。金融政策の運営、ね、これはイエレンさんは素晴らしいと。 ね、そこはもう嘘ないと思うんですよそここははもうすすごい褒めてますトランプさんでそこは嘘ないと思うんですけどやっぱりね、えー、イエレンさんは金融規制を守る側の、うん、そういった守るっていうかね金融規制をあまり緩和しすぎちゃいかんというふうにね言われてる方なんですよ。でそれに対してだからそこのところがねちょっとトランプさんとしては気に入らなかったというのもあるんでしょうね先ほどなぜイエレンさんを降板させたのかっていうその先ほどの私が挙げた理由に一つ付け加えるとしたらこの金融規制。 ここれはの緩和にちょっととと後ろろ向きなところがあるとそこも大きなところなのかなというふうに思いますねですからますます金融規制のの緩和が進むのかなといいううふうに思いますねで今後のアメリカの金融,緩和金融規制緩和なんですけどもあのムニューシンさんという方が今財務長官で、えー、この方がまあアメリカのね財政政策の責任者として君臨しているわけなんですけどもあのゴールドマン・サックスの、ね、元共同経営者なんですよ。 ですから無入品さんという方もウォール街出身ですから金融規制これは邪魔だっていうタイプなんですよですから金融規制緩和論者なんですよね金融規制をどん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 緩和していくっていう論者なんですよ、ね、でさらに七、えー、月にねあの今副議長ってねあの二人いるべきなんですけども今実は 今まであの一人しかいなかったですね。それがあのフィッシャーさんという方で、フィッシャーさんが10月に辞任されて、えー、そして。えー えー、今ランダル・クオールさんというのが新しくなってまだ1人ちょっと足りてない状況なんですけども、えーまあえー、ランダル・クオールさんという方が、まあ、副議長に就任ということで、まあ、この方もやっぱり共和党出身共和党っていうのは小さな政府規制緩和を、えー、推進する政党ですからあその共和党政権時代に財務長官務めた方がクオールズさんですからこの方も、ね、この方もやっぱり金融規制緩和論者なんですよ。 だから、ムニューシンさん、そしてクォールズさん、この方々、これ、金融規制緩和論者ですよね、そしてパウエルさんも金融規制緩和論者なんですよ。ですから、金融規制緩和がますます進むのかなとでパあの、だからイエレンさんが残ってたら、やっぱりね、金融規制がどん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 撤廃されるってことはあまりなかったのかなというふうに思いますけど、ね、えイエレンさんが辞めて、ねえー、フィッシャーさんが辞めて、イエレンさんが辞めるということですから、これはね、金融規制緩和がどん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 これから進んでいくんじゃないのかなというふうに思うんですね。 ですから金融規制緩和が加速これはドットフランク法改正っていうところになるんですねじゃあドットフランク法って何ですかっていうことなんですけどもリーマンショック再発防止っていうことで金融機関に対する規制を強化したんですね まあ金融機関がです、ね、非常にリスクを取りすぎちゃって金儲けに走ってリスクを取りすぎちゃったもんですからバブルが発生しそしてやがてバブルは崩壊するんですバブルがはじけてそしてリーマンショックということで景気が非常に悪くなったということなんでその反省を踏まえましてね、えー、オバマ時代にですねあのドット・フランコっていうのを作ったんですよ金融,金融規制をね非常にまあ強めたんですねで、えーまあ、金融機関に対するまあ規制を強化したとだからこのドット・フランコっていうのは あのまあ、バブルを起こさないような法律で、えー、オバマさんのね、えーまあ、あ一つの仕事ということでオバマさんのレガシーオバマさんの、まあ、政治的遺産なんですねですから、まあ、そういうのもあってですねトランプさんはぶっ壊したいっていうのも一方であるんでしょうね。まあ,あさらに言えばあそれだけじゃなくて、えー、そのトランプさんはもともとビジネスマンですがやっぱり金融規制,緩和規制緩和っていうところにもも,もちろん目がいきますんで、まあ、そういったところも大きいのかもしれませんけどえー 規制を取っっっ払うう方がこの、ね、揃っちゃったということいこなんですよねだからもう一人ね FRB の議長あごめんなさい副議長ですね今副議長一人しかいませんからもう一人副議長が選ばれるわけなんですけどもその方がどういう立場なのかおそらくね金融規制緩和論者ですよそうしたら金融規制緩和がねもっとスピーディーに行われるでしょうねだから非常に怖いことなんですけどね。であとともう一点申し上げておくと FRB の副議長がもう一人選ばれるってことですけどやっぱりねこの副議長今度のもう一人の副議長ねこれから選ぶ副議長の方はやっぱりマクロ経済の専門家これ入れないとだめですよねやっぱりね、えー、やっぱりマクロ経済の専門家だからそのイエレンさんの時はねフィッシャーさんというねもう本当にねマクロ経済のプロがいたんですよプロ中のプロがあブランシャードっていう方とね、まあ、あのフィッシャーさんの弟子のブランシャードっていう方とブランシャードもフィッシャーっていうもうマクロ経済学の上級のテキストこれをまあ,あの書き上げたもう世界中のマクロ経済 勉強してる人はそれ読みますよえそういうねマクロ経済のえ上級の本をもう本当世界のスタンダードな本ですねもう世界中で読まれてる本ですねそれをまあフィッシャーさんという方が、えーえー、書いてですねえそういう方がねあのイエレンさんの時代に FRB の副議長にいたんですよ。やっぱりね今回あのイエレンさんはねマクロ経済の専門家ですからだからイエレンさんの時はむしろいなくてもよかったぐらいなんですよイエレンさんがしっかりしてますからだけどイエレンさんの時でもいたんですよで今回はパウエラさん,なんですよ。 弁護士なんですよですからなおさらですねやっぱり副議長にマクロ経済の専門家を入れなきゃいかんということだと思いますけどねそうじゃないとやっぱり何かあった時に何もなければいいですよアメリカ経済がこのままねそのまんま景気がね良くなってあのいい状況がずっと続くのであればいいんですけどやっぱ何か起こりますから何か起こった時にそれを迅速に対処できるのかどうかというところが問題になってくるわけなんです、ね、それがでできるのかななとというところなんですよね。 で、えー、今後の金融市場への影響ということなんですけども、私はねこれねもう私のあの経済会計時事解説のね1回目トランプさんの話をねあのさせていただいたんですけど1回目3月に取りましたけど私はねトランプバブルっていうのがね発生するとその時予言してるんですけども、えー、ますますトランプバブルが近づいてるのかなというふうに思いますねそれまあ FRB のあの副議長であるフィッシャーさんが一任しそしてイエレンさんも降板ということですからああ再任はないとイエレンさんの再任はないということ。 ですからますますねトランプバブルの発生これは実現可能性が高まったというふうに私は考えておりますで、えーまあ、なぜかというと金融規制を緩和する方々が揃い始めてるからだとで金融規制が緩和どんどんされますとですね金融機関っていうのは高リスク取引お金儲けできるという高リスク取引を再開しだすんですよねで高リスク取引を再開しだすとですね、えー、まあ金融資産何なのか売れますから。 金融資産の値段がどん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 上がっていくということでそうなりますとですねこれですダウ平均株価ねこれはアメリカの平均株価ですけど今だい2万2万二千とかそれぐらいなんですけどもそれが3万ドルぐらいまでひょっとしたら上がっちゃうかもしれないと、まあ、これバブルですよねで3万ドルまで上がるでこれはいいですよこの時はいいですよ、ね、だからバブルっていうのは続かないんです、ね、ゆっくりゆっくりしぼんでくれればいいんですけど大きくなってパーンと弾ける時があるんですよ それがリーマンショックなんですよで。パーンと弾けたらそのショックっていうのはでかいんですよね。で、アメリカ経済、立ち直るまで何年もかかってるんですよ。で、バーナンキさんがそういうね、FRB のトップとしてしっかりとした金融政策をしてもですね、何年間もかかってるんですよ。しかもそのバーナンキさんの金融政策を私ずっと見てきましたけど、じれったいほどね、えー、うまく成果が出ないっていうふうに言われてたこともあるんですよね。ですからもう本当にね、毎月あの、えー、なかなかうまくいかないんですよ。 えー、一時バブルが弾けちゃうとですすね金融政策やってるの大変なんですよで、えー、そういったね、えー、それがバブルですからそれがひょっとしたら起,きあの起こっちゃうのかもしれないなと、ね、だから上がってる時はいいんですゆっくりゆっくり絞んでくれればいいんですだけどもはじけちゃったら怖いよということですね。えー、発生したバブルっていうのはゆっくりゆっくり絞んでくれればいいんですけどやがて崩壊するパンと弾けたら怖いなと。えー、2008年の秋にですね 経験、えー、したリーマンショックが再来するかもしれないねというお話なんですね。えー、まあ,あ以上ということなんですけども、えー、私の方でね第9回目のお話させていただきましたけども、まあ、イエレンさんがだから私としてはねイエレンさんにやってほ、えーえー、しかったなというふうに思ってるんですけども、まあ、今回パウエルさんになっちゃったということで、まあ、うんますますトランプバブルの発生に近づいたかなとね。 ですから、まあ、そこがちょっと私としては、うん、今後、えー、怖いところかなとただイエレンさんの金融政策を踏襲してますからあ、えー、近い将来ね何が起こるというのはありません近い将来、うんまあ、近い将来というのは、まあ、1年とかねそれぐらいで何か起こるというのはありませんけども、うん、まあ、うん、3年とか4年とかね5年後とか何が起こってるか分かんないとバブルが発生して恥じかっちゃってるかもしれないよと、まあ、そこはちょっとね注意深く見ていく必要があるのかなと私は、えー、考えているんですけどね はい、えー、ということであります、えー、それではですね第九回目の講義ですね以上とさせていただきますどうも皆さんお疲れ様でした